アントニー・ピーター・マッコイは、イギリス、北アイルランド出身の元騎手である。マッコイは1994年の秋より騎手となり、そのシーズンで74勝を挙げた。2年目のシーズンは179勝を挙げて、初めて最多勝騎手となった。2001、02シーズンに記録した289勝は、ゴードン・リチャーズが、平地競争において1949年に、 記録した269勝を上回り、イギリス競馬のシーズン最多勝利記録となった。2002年8月27日に、リチャード・ダウッディが記録した通算1699勝を超えた。2009年2月9日にプランプトン競馬場において、通算3000勝を達成した。1997年に、ミスター・マリガンで、チェルトナム・ゴールドカップに優勝するなど、イギリスの 数多くの主要住勝に勝利している。イギリスの競馬競争の中で最も有名であるグランドナショナルには長年縁がなかったが2010年ついにドントプッシュイットで優勝した。これは彼にとって15回目のグランドナショナル挑戦であった。その年に BBC スポーツパーソナリティオブザイヤー賞を受賞した。2013年には RTE スポーツパーソンオブザイヤーも受賞している。2015年騎士を引退した。ありがとうございます。